楽品王、万象堂、畜生エデンより楽品王は、中国の東大初期の詩人、王没、余慶、露昇林と共に、初頭の四傑と称せられる。周二有権の出身。初めから落白し、好んで幕徒と交わり、性格は傲慢、傲直。高僧の行動元年に、長安守母となり、ついで武功統治の時に、 数々の上層をしたが臨海軍の進むに左遷される。出世の望みを失い、感触を捨てて去った。六百八十四年に女慶業が兵を起こすと、その付属となり、慶業のために激文を起贈して、武功を誹謗、その罪を天下に伝えた。武功はその劇を手に入れて読ませ、ガビあえて人に譲らず駒湯人へに、よく主を惑わすのあたりでは笑っていたが、一など、ドミカン、 六尺湖、安在の国いたりが悪然としてその作者の名を問い、楽品王であることを知ると、このような才あるものを竜落ち不遇にしたのは最小の過ちであると言ったという。軽行の乱が平定された後は、亡命して、行方が知れなくなった。また、仙洞の霊院寺に住んでいたという伝説もあり、霊院寺と題する詩もある。七歳から、よく死を伏し、成長してからはごことり詩に、 その名を得た。ことにその提供編は、古今の絶唱とされる。好んで数字を用いて、追句を作るので、三博士の俗称がある。武功は、楽品王の文をおもんじ、見事乗りしてその文章の数百編を集めて、菊も日に明治編参させたのが、楽進む週四巻であるそれに、章、符、五十七こと子、五律、廃、は、律、い、ゼック、七ことゼック、 書、の部、雑著の11項目に分かれて作品が収められている。松枝修雄は中国名刺戦で楽品王の代表作として液水層別を選んでいる。ウィキクオートには楽品王に関する引用句があります。ありがとうございます。